です。かりんです。今日は道徳の授業をします。道徳知ってますか？ボイン？違う。道徳は授業です。そう、日本の学校にある授業で、算数とか国語とかじゃないんだけど、みんなで仲良く生活していくに一番大事なことを習う重要な授業。これ何が面白い？いや、もうこれね、もうすごい大事だね。今日はいじめ、ね、いじめは絶対にダメっていうことを勉強していきます。はい。ね。で、4年生と2年生だから、小学校でね、大きくなってくると、とか、あと中学校になった時とか、高校生になるといじめがする人が出てくるね。かぁ。そう。ね、カニ聞いてる？うん。大きくなると。なんでメロースクールとさ、ハイスクールの方がいっぱいいるの？なんかちゃんといじめが悪いってこと分かってなくて、なんとなく分かるでしょ、いじめがいけないって。ちゃんと分かってない人がいるから、いじめる人は出てくるね。だから今のうちにね、いじめが悪い、今のうちにいじめが悪いよってことを勉強しとくの。分かった？でもなんで小学生はあんまりいじめないの？小学校の1年生から3年生とかはすごい仲良しじゃん。でも4年生ぐらいから意地悪な人が出てくるんだよ。ちょっと待って、いきますよ。ずるいな、4年生。はい。じゃあ今ちょっと説明したけど、じゃあなんでいじめがダメだって勉強するんですか？はい。わかりますか？はい。これヒント。ヒントこれ。大人はみんな〇〇なのに、子供はなんとかくて、なんとかくて、なんとかから。わかりますか？大人はみんな、いい人なのに、子供はいい人じゃなくて、それで子供くて、それで大人から。あ、ちょっと惜しいけどちょっと違う。ヒントね、大人はみんなよーく分かってるね。何？大人はみんなよく分かってるのに、子供は あんまり分かってなくて。いいね、あんまり分かってない、ちゃんと分かってない。子供はちゃんと分かってなくて、それでいじめし悪くて、それで意地悪するから。まあでも結構合ってる。大人はみんなね、いじめが悪いってちゃんとよく分かってる。でも子供はちゃんと分かってない。だからダサいのね、ダサくて、そして危ないのね、ちゃんと分かってないからいじめちゃうの、ね、すごい危ないでしょ。ダサいの。だからそう、ダサい、ダサいことでしょ、いじめ分かってなかったら。で、危ないから、だから勉強しなきゃいけないのね。はい、次。なんでじゃあいじめはダメなんですか？さっきと同じじゃん。さっきはなんでいじめを勉強するかでしょ。これはなんでいじめがダメなのか、これヒント。人間はなんとかな動物だから。人間は死んだとき動物。死んだとき動物だから違います。人間はなんとかな動物だからいじめはダメなの。神様。神様な動物だから違います。人間、頭のいい動物。あ、でもね、近い。言うよ。はい。社会的な動物だから。何それ？どういう？わかんないと思った。わかんないと思ったからこう、社会的なの意味ね、書くよ。チーム。ね。人間は。だってライオンもそうじゃん。ライオンもそうじゃん。ライオンよりもでも大きいチーム。だから人間はチームな動物だからって言ってもよかった。人間はそう、チームが大事だからいじめは良くないよってことね。わかる意味。うん、ね、じゃあちょっとね、もし分かってないかもしれないからこういう時のことを考えてみて、見ててよ。これ何？無人島ね。島があるでしょ、ね、ここにもしね、女の子一人でこうやって来たでしょ、カリンみたいな女の子来たでしょ、これどうなる？カリン、これ一人で生きていける？うん。じゃあ例えば、じゃあご飯はどうやって食べるんですか？ご飯は普通に SOS って木にかみたいな、それで飛行機がギューってきて、それで飛行機の中にご飯食べて、それで日本にまた帰ってきて、あーグラムこんにちはってなってさ。でもそれはいいかもしれないけど、でもご飯もないし、でも夜寝るベッドもないでしょ。あとは病気、薬に塗ればいい。薬に塗ればいい。じゃあ病気になったらどうするの？病気になった時飲む薬もないでしょ。で、遊んでくれる人もいないでしょ。もうカリンなんてこうよ。もう1時間もしたらカリンはこうなります。ウェーン。だから、違う、だから、大事なことはこう。見て。チームが大事。ね、人間は一人じゃ生きていけませんってこと。ね、一人でこういうところの島に一人でいたら生きていけない。どうやってやったの？頑張って作ったの。ね、人間はチームが大事。わかった？ここまで。わかった？
じゃあどういうチームがありますか？動物のチームか。カホとカリンのその生活してる周りにどんなチームがありますか？消防車のチームと、人間のチームとボールの世界とボールの世界とじゃあ1個出すね。見てて、はい、これ家族。そう、家族も一つのチームでしょ。一緒に生活してるから、動物。動物もそうだけど、人間の話だから今。人間、消防車。消防車も、消防車も一つのチーム。でもカオとカリンがよく行ってるのどこ？お家。スケートスケートもそうだけど、毎日行ってるとこあるでしょ。ピアノ。ピアノじゃない。学校。そう、学校もチームよ。みんなで一緒に勉強したり、スポーツしたりするでしょ。ご飯食べたり。仲良くないとダメでしょ。楽しくないでしょ。だから学校もチーム。あとこれ高校だったらこれ会社ね。会社も一つのチームですね。あともっと大きなところで言うと、これ何、町、シティね。シティも一つのチームで、遊園地ある。そう、遊園地も、遊園地を動かしてる人がいるでしょ。でお店もお店をやってる人がいるでしょ。だからカホとカリンが遊びに行ったりとかお菓子買ったりできるでしょ。だからみんなが協力してる。だから一つのチームね。で、このチームすごい大事だから、チームの中でいじめがあったら大変なの。わかる？例えば、見てて。あとでさ、あの、おうとしたさ、人とかにさ、悪いこと言うかもしれないしさ、お仕事してる人が仲良くなかったらさ、お菓子とか買う人とかに迷惑。そう、迷惑かかっちゃうでしょ。でね、まあそう、まさにその通りなんだけど、もしいじめたらどうなるのか、ここに書いてあるから、見てて。これね、6人のチーム。ね、ピンクのチームいるでしょ。でもしね、この中にいじめる悪い人いたとするでしょ。見ててよ。ほら、怖い人いた。ね、この人がいじめたらどうなっちゃうと思う？どうなっちゃう？はい。あの、みんなが喧嘩してそれでみんな悪くなっちゃう。そうでしょ、見てて。でもこの人強いいじめっ子だから泣いちゃうでしょ。で、泣いちゃった人どうなる？もうここ痛くないでしょ。だからこうやっていなくなっちゃうでしょ。で、そしたらこの人悪いからさ、またどんどんいじめるでしょ。ね、かわいそうでしょ、こうやって。どうなっちゃう、これ。みんないなくなる。そう、みんないなくなっちゃうってことは、チームがなくなっちゃうでしょ。ね、さっき言ったでしょ、チームがないと人間は生きていけないんでしょ。だけど、チームがなくなっちゃったら困るでしょ。だから、いじめっていうのはすごいいけない。わかる？うん。そう、これが、だから人間はチームが大事だから、いじめはダメだよっていうこと。ね、で、これも大事なんだけど、もう、この上でね、もう一個すごい大事なこと。それ何かっていうと、考えてとっても悲しいことになるよ。これね、いじめられた人、いじめられた人がすっごいかわいそうなことになるから、そのことのことを考えることが非常に大事。もしさ、見てて、はい、この子いじめられました、はい、どうなっちゃうこの人。あの、人間いない。人間いない？どういう意味？あのチームいない。この人、あの、悲しくなって、それで、まあでもそう、チームにいないっていうことで、ほら、もう学校行きたくないってなるでしょ。ね、みんな学校行けるのに、この子だけいじめっ子が怖いから、もう学校行かないよ。でもこの人、大人なの？遊園地のチームじゃない？これは子供のお話。ああ、ね、もう学校行きたくないよね。そしたらこの子勉強できないでしょ、みんなと。で、みんなとも遊べないでしょ。そしたらさ、頭良くなくなってさ、そう、死んじゃう。大変でしょ。そう、で、そしたらもうお家で、あの人すごい怖いなってすごい考えてさ、悩んじゃうでしょ。そしたらどうなると思う？ん？そしたらこうなっちゃう、病気になる。え、なんで病気になっちゃう？え、もうすごい悲しい気持ちになるから。え、悲しかったらなんで？え、悲しかったらもう何もさ、することができなくなっちゃうの。もうあの人怖いよって考えてばっかりいると病気になっちゃうの。なんで病気？大変でしょ。変なことばっか考えて怖いから病気になっちゃうの。これ本当だからね、すごい怖いでしょ。ここで寝込んじゃったりする。で、そしたらどうなる？死んじゃうの？死んじゃう人もいるよ。だから大変でしょ。で、そしたら家族の人ね、これお母さんだけど、お母さんとかもすごいかわいそうでしょ、うん、自分のさ、子供、例えば母とかカリンとかがさ、いじめられてさ、すごい泣いちゃって、うん、こうやってさ、病気になっちゃったらさ、あの、アスとかさ、コウコもすごい悲しいでしょ。だから子供が病気になったら、いじめられて病気になったら、その子供だけじゃ、子供もすごい、全部スプレッドしちゃうの。
そう、子供もかわいそうだけど、その周りにいる人もすごいかわいそうだよってこと。わかった？そう。だから、そのチームが、まずチームじゃなくなっちゃうでしょ？っていうこともそうだし、いじめられた人がすごいかわいそうでしょ？だから、いじめは絶対にダメだ。わかる？うん。でも、じゃあ、こういう時どうするの？自分がいじめられちゃったらどうしたらいいの？ね、もう今、カオとカリンは、もういじめは悪いことってわかったでしょ？だからもう人はいじめませんと。でも、自分がいじめられたらどうしたらいいか。ね、これ、いじめを人にいじめないで。あ、これね、カオとカリンはいじめ悪いってわかってるけど、もう誰でもいじめられることはあるのね。でもいじめ悪いってちゃんとわかってない人いるから、いじめてくる人いるかもしれないし、高校だっていじめられたことあるのね。みんないじめられるかもしれないから。だからこのいじめられた時にどうしたらいいのかってことをちゃんと分かったことは大事。いじめられたらどうしたらいいの？正解。見て、大人に言う。ね。例えば、先生に言うじゃないの。そう、見て。ほら今先生出てきたでしょ。大人に言う、誰でもいいの。大人は先生でもいいし。でもトラストする人じゃなきゃいけない。いや、もう誰でもいい。これお父さんでもいいし。泥棒だったらどうする？泥棒はダメ。でお母さんでもいいし。でも泥棒がわかんない。あとこれ。どうする？おじいちゃんとかおばあちゃんでもいい。おじいちゃん。あとさ、ストーリーに。トラストする人じゃなきゃ。ちゃんとしてる人だったら誰でもいい。例えばあとポリスでもいい。ストレンジャーじゃダメでしょ。うん、病院の人でも。病院の人でもいいし、そう。あとは歯医者さんでもいい。歯医者さんでもいい。これはサッカーの先生、だからスケートの先生とかでもいい。大人はね、大人もみんないじめ悪いって分かってるから助けてくれる。ね、こんなにマッチョじゃないかもしれないけど、子供より強いから、子供より強いから大人は助けてくれます。ね、これ最初にも書いたけど、大人はみんなよく分かってるの。ね、これ大人はみんないじめがいけないよっていうこと分かってるし、いじめられた人は悪くないよって分かってるね。あとはいじめられた人っていうのは恥ずかしくないよって分かってる。でいじめた人が悪いんだよっていうのはすごい分かってるし、まあこうやってちょっとマッチョで、子供よりは強いから大人は絶対に助けてくれる。分かる？だから助けなかったらどうするの？え、助けてくれなかったらまた違う大人に言えばいい。全部大人助けてくれるんだって。大人はもうみんな分かってるの、いじめは悪いって。ちゃんと分かってないの、子供だけだから。だからいじめられたらその、まあ、大人に言うってことが大事ね。で、あとね、カオとカリンは、まあ、今こうやって教えたから大人に言えると思うけど、もしカオとカリンがいじめられてなくても、そのお友達がいじめられてる時とかあるでしょ、そういうのを見る時で、そのお友達があんまり大人に言うの恥ずかしいなとか思ってる時あるでしょ。そういう時はもう助けてあげる。自分、あのさ、言ってあげるよ。そう、カオとカリンが言ってあげる。そういう時はいじめを見たら、あの子がお友達をいじめてるよって先生に言ってもいいし、こう言ったことあるよ。あのね、カリンね、お友達がね、言われててね、あの男の子に、それでね、あのね、先生に言うの恥ずかしかったからね、カリンが言ってあげたんだよ。あ、すごいじゃん。そうそうそう、だから恥ずかしいと思う人いるでしょ。でも、恥ずかしいことじゃない。なんで恥ずかしいの？わかんない。なんかいじめられてるの言いたくないと思うかもしれないでしょ。だけどこれはもう言った方がいい。なんで？そしたら大人がそれを、いじめをなくしてくれるから。どうやって？先生に言ったり、そのいじめてる子供にもういじめないでって言ったりとか、次いじめたら本当に怒るからねって言ったりとか。あと、じゃあその子供のお母さんに、そう、その子供のお母さんに、あなたのところのお子さんがいじめてるんで、もうやめるように言ってもらえますかとかね。だからそれ大人しかできないから、ちゃんといじめがあったら言う。分かった？これもすごい大事じゃないと、さっきみたいにチームがチームじゃなくなっちゃうし、あとは悲しいことになるでしょ。分かりました？はい、はい、じゃあサマリーです。人間は社会的な動物です、ね、だからチームが大事、ね、いじめがあるとチームが、とっても悲しかった。そう、とっても悲しいことになるね。チームもなくなるし、あのいじめられた子っていうのはすごいかわいそうなことになるね。人間なら動物、チーム、だからとっても悲しいこと、すぐ大人に言う。そう、すぐいじめられたり、いじめられてる人が見たらすぐ大人に言う。分かった？うん。はい、以上です。今日の道徳の授業どうでしたか？嫌だったです。
いやだった、勉強になったでしょ。なってない。なんで？だって、あの、もう習ってるから。あの、もう習ってる。あ、習ってた？うん、分かってた。ここで習わないよ。習わないでしょ。私習う。え、仮だけ習ったの？誰のクラス？ほんと？いいじゃん、いい授業やってるじゃん。いつもこうやって言われてる。いつもの愛さんね、いじめちゃダメだよ、いじめちゃダメだよ、いじめちゃダメだよ、あ、いじめちゃダメだよって、いつもの朝言うんだよ、来てる。すごいいいね。すごいいいことだよ。それでね、来てない人たちにもね、あのメールで送るんだよ。すごいね、すごい徹底してるね。でも、まあ、そういうこと分かってても、こうやってさ、それ復習するの大事だから。ね、また、よく分かりましたか？うん、はい。今日の道徳の授業どうでしたか？みんなは大事だから習ってね。